広場を眺めながら飲めるというめちゃくちゃいい。イエーイ、乾杯でーす。何これ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 、何なのこれ。ちょっと待って、マジやばい、マジ。こんにちは、小島優です。ただいまモロッコのエッサビラに滞在しております、はい、で今までねライブ配信をしていて、はい、すでにちょっと飲んでるんですけど、はい、このイスラム教でねお酒が手に入りにくい中、私たちは今からはしご酒をしようと思っております、はい、まあ、せっかくもう今日飲み始めちゃったんでそうなんです、まあ、この国ね、前の動画でも言った通りお酒需要がちょっと厳しいんだけれども、はい、そんな中このエッサビラで我々酒好き日本人夫婦がはしご酒したらどうなるかっていうのをね、はい、ちょっと皆さんにお見せしたいと思います。相変わらず海来てますね。この1軒目はなんか海沿いに結構いろんなお店があるから、そこでお酒が飲めるようなまあレストランみたいなところで、お腹すいたからお酒飲みつつご飯食べつつみたいな、うん、じゃーん。というわけで1軒目こちらルーフトップ。いやーすごい、しかも店内タバコ吸えるの最高なんですけど。かわいい、ああやってやってくるんだ。フラグさん25ってちょっと少ないけどね。でもまあ、あの他のマラケシとかに比べて安い、うん、ちょっとエッサビラあるあるなんだけど、結構メニューがもちフランス語だらけで全然読めないからまあ説明してくれて全然わかるんだけど。 There you go! Thank you! Lovely! モロカンディア、ナイス。それ何？なんかカサブランカのレモンビールみたいな、最近レモンビールハマってて。私は安定のフラグビアです。乾杯。美味しい、これ。うまい、うまい。めっちゃうまいよ。マジで。超レモン、結構レモン味強い。レモン味。モロッコ、本当ビール結構うまいのが意外なところ。意外だよ。ダン。なんかめちゃくちゃうまそう。うまそうじゃない。いただきます。いいつまみだこれ。うまい。うまい。え、うまくね？うん。芋の味がすっごいしっかりしてる。うん、めちゃくちゃいいつまみ。うん、こんな感じで海を眺めながら飲んでおります。というわけでごちそうさまです。はい、美味しかったよ。うん、1軒目135ディルハムですね、はい、というわけでまたこの広場に来ました。はい、このタロスとかいうバーに行きたいと思います。前の動画でも言ったけど、ここがもう中心中の中心だと思います。こちらですね。入口には人がいるね。お酒飲むとこね、上が酒飲むとこあって、なんか酒飲むとこがやっぱしっかりと分けられてるね。めちゃくちゃいい感じじゃん。え、ここめちゃくちゃ可愛い。こんな感じでバーテンみたいなのあって、フラグビアが売り切れでバドワイザーしかないそうです。これなんで B が小文字と大文字に分かれてるんだろう。まあ、40、70だから安かねえな。わー、いいっすね。あそこの広場を眺めながら飲めるというめちゃくちゃいい。乾杯。乾杯。バドワイザー違うね、味。めちゃくちゃ観光地な感じだけど、うん、すげえいいね、普通にね。なんかすごいゆったりしてて、いい。そうだ ね。突然なんですけれども、はい、ここで、え、今日来たんですよね。今日来ました。エッサビラに今日ともとも来たナオさん。はい。イエーイ、乾杯でーす。やったー。ツイッターで連絡いただいて、そうそうそう、ちょっとあるような感じになりました。嬉しいでーす。そう、自分のせいで。イエーイ。OK, all right. 何これ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 。というわけで、2軒目を出てちょっとねお腹すいたんでご飯を食べに行こうかなっていう。こちらでご飯を食べます。どこかどこに上に上がるのか。わあ、面白いね。あ、でももともとそんな大きい店ではないですね。イワシ身がしっかりしてる。そう、うまいっす。この塩加減もめっちゃ良くて、すごい。タジンだ。おお、いい感じ。めちゃくちゃ美味しい。魚と野菜のタジン、うん、塩加減がちょうどよくて、そんななんかスパイス、こうするのあんまなくて、完全に懐いてしまいましたね。本当だ、めっちゃ可愛いんだけど。っていう感じでごちそうさまでした、はい、美味しかったです。いや、どうもありがとうございました。突然の、美味しかった。いや、 YouTube 楽しみにしてありがとうございます。なんかすごい旅人って感じの人だった ね。面白い。嬉しい。なんかあんまりこう、うん、日本人の方とそんな会ってないって言ってたのに声かけてたって。なんか気になってくれたそうです、私たちのこと。嬉しい、めちゃくちゃいい感じの、ね、というわけでちょっともう一軒ぐらい行きます。そうですね。あのお酒がね、このエッサビラにも闇バーというか、はいはい、ローカル向けの
なんか怪しめのところがあるっぽくて、うん、ちょっとそこを目指します。果たしてやってるのかっていう、やってるのか分かんないし、てかそもそもやってても、うん、おそらく撮影はできない、そうと思います。あの時のように。すげえな、綺麗、街が、やばいやばいやばい、これ相当怪しいよこれ。誰もいないやってんのかな、果たして。これやばい、マジめっちゃ怪しい、やばい、怪しさ半端ない。これだ、ほら柵になってて、ここだ、多分ここから撮影できないんでね。じゃあ飲んできます。 Drinking and eating as well. Yeah, we all same. ちょっとほんと着いた途端隣の客に絡まれて、いやここやばいわ、マラケシのさ、あのバーよりやばくない、やばい、雰囲気が、雰囲気やばいで、セキュリティが超しっかりしてる、悪いことしてるから半端ない、これはね、撮影できないよ。ちょっと待って、ちょっと待って、マジやばい、マジやばい、いやちょっとマジやばい、マジやばい、これはちょっと、とりあえずめっちゃ楽しかったんですけど、一旦また家帰ります。一旦家帰って、ちょっと落ち着いて、ちょっと待って、マジやばい、やばい、結構心臓バクバクしてる。一回家帰りますね、すごかったです。生きて帰ってこれでよかったです、本当に。マジでやばい、まあ、まずね、ちょっとこういう感じで自己報告になっちゃって申し訳ないんですけど、はい、本当にやっぱセキュリティがめちゃくちゃ厳しい、全然もう携帯の写真も撮れないぐらいな感じだったんで、ちょっと改めてこんな感じでまた解説しようかなと思っております、うん、はい、いやー、どっから話せばいいんだろうな。いや、まあ、まず普通に入ったんですよ、お店に、うん、雰囲気はめちゃくちゃ良くて、でお酒もこれ一杯18ディルハムとかだから安いし、うん、なんかすげえ良かったの、うん、でもうめちゃくちゃ良くて、うん、普通に飲んでたら席の隣にいたおっちゃんがすごい話しかけてきて、うん、もうザ・イスラムって感じのおっちゃんに、英語が喋れるおっちゃんに話しかけられて、まあいろいろと普通に世間話したりだとか、うん、いろいろ喋ってて、うんうん、そのおっちゃんに一回ね、俺がタバコ吸ったらこれいるって言われたの、タバコ、うん、で何それって言ったら、あ、それタバコって言ったらタバコじゃないって言われたの、うん、あ、なるほどと、あ、そういう感じかと、そうそう、それここで吸ってんだみたいな、うん、で、そしたら一人のおっちゃんが俺らのとこ来て、でなんかずっと言ってることがよく分かんなくて、俺のメガネと右手と左手で時計がうんぬんとか言われて、もう全然意味分かんなくて、あ、酔っ払ってんのかなとか思ってたんですけど、そう、そしたらそのおっちゃんについてくるように、なんか若干若めのなんかお兄ちゃんが来て、うん、へーみたいな、なんかどこから来たのみたいな感じで絡まれて、うん、あの日本だよみたいな、あ、なんかすごいこの子でって、あ、どうも、うん、4時走りましてみたいな感じ、すごい礼儀正しく、礼儀正しくいい感じのお兄ちゃんで、うん、ありがとうありがとうみたいな、いろいろ喋ってたら、なんかスカーフみたいなのを俺に渡してきたんですよ、うん、首に巻かれて、うん、何これって言ったら、あげる、プレゼントだって言われて、うん、いやいやいやいいよいいよ、うん、みたいな、やばいやばいいいって言ったら、あげるから、これプレゼントだからって言われて、これをがっつり断んのってちょっと逆に失礼なのかなとちょっと思って、うん、まあ、首にちょっとかけてたんですよ、うん、で飲んでたんだけど、なんか前と普通に喋ってて、うん、ここワンチャンやばいとこだなって思い始めて、そこで初めて思って、で、うん、ちょっとお兄ちゃんがまた近づいたから、うん、ちょっとごめんと、もうぶっちゃけるとこういうのもらうのはちょっと怖いと、うん、あなたのその優しさはすっごい感謝するけど、うん、ちょっともらえないです、ほんとごめんってめっちゃ丁寧に言ったのよ。そしたらそのお兄ちゃんが、あ、みたいなった瞬間にセキュリティの人がバーって押しかけてきて、その俺らと喋ってるお兄ちゃんと捕まえて引きずり出して、でも潰して、もうバーンってもう倒して、もうこんなとっくみ合い、そうで、そのお兄ちゃんもなーなーとか言ってて、暴れてて、暴れてて、うん、俺らそれでびっくり、えみたいな、でもうセキュリティの人がつまみ出して、もうこんなわちゃわちゃして、もう外にもうつまみ出して、やっぱやばい人だったんだ、やばい人だったんだって、そこで確信を得たみたいな、だから早く出ないとここと思って速攻会計して、でそれで最後ね、浩二さんがそうセキュリティの人に、うん、ちょっとごめんなさいと、揉めちゃったみたいな、何やったのって言ったら、うん、全然気にするなと、うん、あいつはやばいやつだからみたいな、うん、でぶっちゃけあいつが君らに仕掛けるまでずっと見張ってたと、で仕掛けたから止めたんだよって、うん、君ら何も気にすることはないと、うん、だからもうさっと帰りだ今日はみたいな、みたいな、そこで結局ローカルバーに行ったんですけど、はい、売人バーだったって、そう売人バーでしたね、おそらく、うん、確信は得てないけど、多分コウジさんがそのマフラーをもらってたとしたら、どっかで
なんかマフラー持ってるロン毛の日本人がどっかで歩いてなんか、うん、いるから捕まえろみたいな。絶対そうなってたの。なって、あとでなんかお金を請求されたりとか、なんかそこで働いてよかったよね。そう。なんかやばいな、ここって思ったんですよ。うん、それを気づけてよかった。なんか本当にいい人だったから、うん、俺ももらっちゃおうかなと思ったんだけど、前に言っていや、やばいと思う。やっぱもらうのは良くないよねってなって、その断ったのよ。そしたら始まったの。だから今度このごめんなさいね、この話だけ聞くといやそんなの断れなって思うかもしれないけど、現場来てみ、めちゃくちゃいい人たちで、本当に俺もうナイス判断だったと思う、うん、あれを断って。そうだね、あれ断ってなかったら多分やばいようになってたと思う、うん、本当にやっぱうまいんだと思った、うん、なんかすごいいい経験が。そうですね、もう本当面白かった。もうめっちゃおもろかった。だからまあ結局ね、ローカルバーということでちょっと僕ら楽しみに行って、まあ実際あのいろんな意味でめちゃくちゃ楽しかったんですけど、行かない方がいいです。そうですね、はい、マジでやばかった。危ないところだった、うん、すごかった。あの取っ組み合いというか、私あんなに人が潰されてるの初めて見たってくらい潰されてたんですよ。本当だからセキュリティかっこよみたいな。安心感やばかったよね。安心感やばい。セキュリティの何も悪くないから。いやでも本当なんかこういうとこあるんだ、はい、まあだからどんなところでもやっぱ信じないで、まあ信じてもいいけど物はもらわない、うん、ってことには徹した方がいいかなっていうのはちょっと改めて思いました、うんうん、そうだね。日本人でここまでディープな経験したのはモロッコで初だと思う、うん、絶対ないと思う。いい経験できました。いい経験できました。こうやって皆さんにもお伝えできるしね。そう、めっちゃ楽しかったです。心臓バクバクだったね。へぇみたいな、ね、まあ、こんな感じで引き続き小島エビュールク楽しんでいただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。さよなら、お疲れ様です。お疲れ様です。